万歳。万歳。万歳。え皆様こんばんは。勝宮市でございます。図らずも。早い時間に。頭角を出して。 いただくことができましたこれもひとえにこの選挙本当に厳しい環境の中でありましたまた前回は伊吹先生の講演会フル稼働していただいての当選でありましたけれどもまあ今回はそのような形ではなく自らの手で足でと思っておりましたが地元 京都一区内の府市会議員同士のすべての議員、ご本人たちがこの12日間、全力でお支えをいただき、また事務所のスタッフの方、それぞれの議員の後援者の方、本当にお支えをいただきました、そしてまた、与党・公明党さんからもご推薦をいただき、 非常に心強く、またお支えをいただいた、何より本日お越しのご支援者の皆様、そのお力のおかげであります、心より御礼申し上げます、誠にありがとうございました。 まだ実際の票が出ているわけではありませんので、なかなか私としても、どういう言葉を紡げばいいか、迷うところでありますけれども、まあ、今回は本当にいろんな思いのこもった票が積み重なって、そしてまあ当選当確と。 いうことになったんだろうと思っております。え、これを、まあ、しっかりと、どれだけ受け止められるか。そして、それを受け止めて、この二期目。どういう活動をしていくことができるか。ここが問われるというふうに考えております。本当にありがたく、嬉しい結果でありますけれども、それ以上に。身が引き締まり、そして、また。 やらねばならぬことの大きさにむしろ震える思いがしております全身全霊でこの2期目活動してまいります皆様のご知ったとご支援を何とぞまりますことを心よりお願いを申し上げまして私からのご挨拶とさせていただきます皆さん本当にありがとうございましたまたよろしくどうぞお願い申し上げます ありがとうございましたえー、2回目の当選ということになりましたが、改めて今のお気持ち、聞かせてください、はい、あのまあ非常に厳しい環境での選挙でありましたけれどもあの、まさに地元の府市会議員の皆さん、そしてその事務所のスタッフの皆さん、支援者の皆さん、公明党の皆さん、そして何より、この本日も集まっていただいています。 それを超えるまた多くのご支援者の皆さんのそのおかげ、輪を広げていただいた、その結果として、今回、当確ということを、これだけ早い時間に出していただけた、本当に感謝してもしきれない、そういう思いい思であります今回、行区は7人での戦い、はい、そして自民党の裏金問題で、非常に翻弄されたとも勝目さん自身おっしゃってましたが、どんな選挙戦でしたでしょうか。 あの翻弄されたと申し上げた記憶はあまり僕はないんですけれども、まあ、そういう厳しい環境での選挙であったということ、これは間違いがないというふうに思います。そして、あのまあ、候補者の数については、私はこれはもう選挙中からずっと申し上げていたんですけれども、それをどうこう、私が分析をしたり、それを前提にものを考えたりということは一切いたしませんでした。どれだけ私自身の ご支援の輪を広げていくことができるか、まあ、そこだけとにかくこだわって、そして現に多くのご支援をいただいて、き、え、ょ、ー、この結果になったんだな、まあ、そんなふうに思っております1区の自民党の議席を守りました、はい、この辺りははどううでしょうか、はいあのそれもですね本当に伊吹、えー、文明先生が40年近くずっとこの国政第一線で引っ張ってこられた議席であります。 あの私の代で費やせる、費やすことになるわけにはいかないという思いでありましたので、まあ、そこは率直に申し上げて、ほっとしておりますそれから選挙演説の中では、京都から自民党を刷新するとも訴えていらっしゃいましたが、具体的にはどういう思いなんでしょうか、はいあのまあ、今回の選挙はです、ね、やはり自民党の政治資金をめぐる問題、これが大きく、 影響したと思っております。一定の再発防止の制度改正、これは私自身も参画をしてなされたわけであります。けれども、まだまだ道半ば十分なものではない、というふうに思っております。この政策・活動費の十年後、領収書の問題であるとか、そういうですね。もっと透明性の高い仕組み。 そしてもっと日本の民主主義を強くする仕組み、これを作っていかないといけないと思っておりますので、あのこの選挙が終われば、ですねまたその法改正の議論というのは始まってくると思いますので、まあ、そういうところでしっかりと関わっていきたいなと思っております政策面では、どんな力を発揮したいと思っていらっしゃいますでしょうか、はい、これ、選挙中に申し上げておりましたのは、やはりそすべての根幹にあるのは経済だと。 ということでまず足元の物価高あ、ここはスピード感を持って、早急な対応が必要だということを申し上げてきました、そしてその上で,です、ね、日本経済が抱える30年に及ぶこの成長してこず、給料が上がらない、ここを何としても打破をしていかないと、頑張っても頑張らなくても同じじゃないか、この価値観が若い人中心に世の中に広がってしまうんじゃないか。 そうなると、日本社会そのものが崩壊してしまうんじゃないか、そういう思いの中で、令和の経済成長を何としても遂げたいということで、企業には未来に向けた投資と、そして中小企業のコストの転嫁対策、これによって、経済全体のパイをまず大きくする、そしてそれをもとでに、賃金を,これを持続的に引き上げていく、こういう社会を再び取り戻したい。 いうことを、まあ、訴えてまいりましたので、まあ、その実現に向けて、取り組んでいきたいと思っております。はい。ありがとうございました。え、一区で当選を確実にしました。勝目康さんでした。